潟県の村上市にあるね、新潟県立荒川高校っていうところの生徒さんが2018年に自殺してですね、でなぜかですね、その生徒というかもうその生徒の親が部落出身だっていうような話が解放同盟に流れてて、で解放同盟が高校を中断してですね、でさらに解放同盟の人がまあ、集会で、その生徒のじいさんが部落に住んでるベラ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 喋ってたっていう話があって、で、まあ、そのことを、このチャンネルでも話しました。下の概要欄にリンクしておきます。まあ、証拠ありますよ。こういうね、解放同盟が、得意げに集会で発表してる資料を持ってますし、で、今年の2月に、まあ、確認会という名の球団会を、荒川高校に対してやったってことも証拠掴んでるんですね。で、それで2月に僕情報公開請求したんです。新潟県教育委員会に。まあ、この確認会の資料とですね、あと、まあ、令和2年以降、部落解放同盟新潟県連合会と新潟県立高校との会議にかかるすべての文書を出すようにっていうことで情報公開請求したんです。で、それが、2月のことなんですけども、で、今8月、もう7日に、8月8日になってますか。実はですね、先月、もう伸びに伸ばされて、ようやくこの文書のね、部分公開っていうことで、決まったんですよ。まあ、個人名だのね。まあ、あといろいろ黒塗りにされたものが出るのかなと思ってて、で、手数料もね、納めて8月7日に公開の予定だったんだけども、まあ、こういうものがね、速達でね、届いたんですよ。これね、郵便料金も結構かかるのにね。これです。執行の停止について読んでみましょうか。令和5年7月21日付、教皇第711号の部分公開決定処分について。まあ、つまり、7月21日に部分的にこの解放同盟とね、教育委員会がやり取りした文書を部分的に公開するっていうことだったんですよ。それが、新潟県情報公開条例第13条に基づき、意見聴取を行った第三者から、行政不服審査法に基づく審査請求、令和5年7月31日付がありました。これに合わせて審査請求人から執行停止の申し立てがあったことから、同法第25条第2項の規定により、下記の通り執行停止したので通知します。期間令和5年8月7日から審査請求の決裁までの間、ということなんですよね。うん。まあ、こんなこと初めてですよ。もう公開するって決まってたのに、土壇場で執行停止っていうことで、まあ、当分公開しないって決まったんです。で、これ根拠法っていうのがあってですね、行政不服審査法ですね。まあ、最近この法律ね、いろいろ変わっててややこしいんですよ。で、まあ、その、行政機関が何かしら処分をするっていう場合に、まあ、それで、まあ、第三者に影響がある場合に、その第三者がね、やめてくれって言って止めることができるわけです。で、まあ、調べてみると、この情報公開絡みでもね、あるにはあることなんだし、あるにはあるらしいんですよ、こういう話が。まあ、ただね、大体そういうのって、知的財産絡みが多いですね。なんか工事の図面だとか、あるいはなんか役所にね、納入してる物品に関するね、なんか仕様だとか説明書みたいなものですね。そういうのは、企業秘密だったり、知的財産が絡んでたりするんで、いや、ちょっとそれは出してくれるなって止めるっていうことはあるんだけども、まあ、これは、純粋になんかちょっと政治的な案件というか、そういうものでこういう執行停止っていうのは僕は聞いたことがないです。例えば、東京都の若年被害女性支援事業でしたっけ？ああいうのでなんか、のり弁で黒塗りで出されたなんて話題になってるけども、これだってその、黒塗りで、のり弁で出しゃいいんですよ。そんなに見られたくなかったら。なのに、執行停止までするっていうのは、これ本当ね、出してほしくないんだなっていうふうに思います。で、第三者って書いてあるんだけども、僕ははっきり部落解放同盟、新潟県連合会に、まあ、関係する文書っていう形で情報公開請求したんで、じゃあ、利害関係のある第三者って言ったら、もうこれは部落解放同盟、新潟県連合会しかないんですよね。じゃあ、こういう執行停止をされて、じゃあ僕はどういう対抗策があるかっていうところなんだけども、こういう情報公開
絡みのことに関しては、情報公開審査会っていうのがね、各地の自治体にあって、で、新潟県にもあるんですね。そこに諮問するっていう形にするわけです。まあそこで、まあ是非をね、議論して、まあ最終的に、まあ行政機関が決めるんですよね。で、その場合ですね、一応この行政不服審査法という、こういう法律に基づいてやれるんですけども、その中にね、参加人申請っていうのがありますね。利害関係者がこの審理に参加することができるっていうことなんで、で、僕は参加人申請をしようと思ったんですね。参加人許可請求っていうふうにするのかな。まあ、とにかく文書出すんですよ。新潟県に。で、それをやろうとしてですね、昨日ね、ちょっと新潟県に問い合わせてみたんですね。そしたらですね、まあ、その僕としては文書と、その審査請求っていうものはね、じゃあどの審査請求に対して参加するかってことを特定しないといけないので、まあ、その審査請求の名前とかね。まあ、あるいはあと、誰がじゃあ審査請求したんだっていうことを教えてくださいって、僕、新潟県に、昨日ね、聞いたんですよ。教育委員会に。そしたら、今日になっても、なんか折り返し連絡するって言ったんだけども、今日になっても、もう夜になったんだけど、もう連絡来ないですね。で、まあ、第三者っていうのも言いたがらないんですよね。解放同盟。というか、僕はね、さっきも言ったように、解放同盟関係の文書ってことで請求してるんで、解放同盟以外ありえないし、まあ、別に個人じゃなくて団体なんでね、別に解放同盟っていう名前を、その新潟県が別にね、出したからって、まあ、支障ないんですよ。もう分かってる話だし、そんな隠すような話でもないんだけども、でもなんか意地でも解放同盟っていう名前出したくないんですかね。で、この部分公開決定にしてもですね、その、いや、部分公開しますっていうようなね、まあ、一部公開しますっていうのが紙ペラ一枚来て、なんか、じゃあその詳細については別紙の通りって書いてあるんですね。だけど、別紙が入ってないです、封筒に。で、それで、いや、これ別紙入ってないから送ってもらえませんって言ってね、新潟県教育委員会に行ったら、まあ、何日かして送られてきましたよ、速達で。言わないと送られてこないっていうのもおかしいんだけどね。いや、だって、その文書送られて別紙の通りって書いて別紙が入ってないなんてありえないでしょ。で、その別紙っていうのを見てみたんだけど、まあ、文書のね、ここを公開します、ここを非公開にしますっていうことは、まあ、ずらーってリストになって書いてあるんだけども、文書名書いてないんです。ただ番号だけ書いてあって、いや、これもどうなのかなって思うんだけども、まあ、とにかくね、隠したいんでしょ、この話を。意地でも。で、僕はその審査制、この執行停止っていうのは、これ絶対やらないといけないっていうことじゃないんですよね。まあ、何かしらその情報を公開することで、まあ解放同盟に重大な不利益が出るっていう場合は執行停止しないといけないんだけども、でもこれで重大な不利益って言っても、まあなんか政治的にはダメージになるかもしれないけども、そのなんかこう実質的にね、その不利益が出るっていうものじゃないんで、これ必ずしも執行停止しないといけないっていうものじゃないんですよ。言われたからってね、新潟県が。だけど執行停止するっていうことは、まああれですよ。解放同盟に対してはやっぱ特別に配慮するんでしょうね。で、僕の参加人申請にしても、僕は間違いなく利害関係人ですからね、これ。だってこの請求した本人なんですから。で、実際にこの執行停止で文書、手数料を納めたのに文書を受け取れてないんですからね。で、その参加人を、じゃあ参加させるのかどうかっていうのも、そこもまあ任意なんですよ、ハッチ氏って。うん。だけどまあ、停止するのも任意で、僕を参加させるのも任意なんで、その任意と任意の話で、じゃあ解放同盟の言うことは聞きます、僕の言うことは聞きませんってなったら、まあ露骨な話になりますよね。だから、まあどういう態度で向こうが来るかっていうのは僕は注目するんですけども、まあこれ以外にじゃあ僕はできる対抗策って言ったら、まああるんですよ。あんまし手の内を出すのはどうかと思うんですけども、まあ一つあるとすれば、まあこちらも、審査請求をかけるっていうことですね。部分公開なので全面公開っていうわけじゃないんで、じゃあ非公開になってる部分について、じゃあそれはそれで、問題あるので、こちらとして審査請求をかけますよっていう対抗策もあるんです。まあ他にもいろいろあるんで、まあね、僕はね、情報公開裁判ね、ここ長らくやってなかったんだけども、うん、本当はね、神奈川県川崎市にやろうと思ってたんですよ。川崎市のね、ドア事情怪しいから。だけど、まあ、あんなもん、まあ、はっきりしてこれに比べは大した話でもないんで、うん。まあ、ちょっとこの、今回この新潟県ね、まあ、あんまりひどすぎるんで、この話がね。そんな、
なんでそんな生徒、まあ、生徒本人のところが、その生徒の親戚関係とかまでなんで解放同盟に流れてるんだっていう話ですね。うん。僕はその、こんなね、県の県教委に行ったって、こんな絶対、教えてくれないですからね。うん。というか、僕もこの高校生の名前まで分かっちゃってますからね。ここまでヒントが出たら。うん。ということで、この件、もうちょっと調べていくんで、まあ、この後、この後ね、いろいろ進展があったらまたこのチャンネルでお知らせしようかと思います。ということでね、新潟県の件、今こういう状況になってるっていう、ご報告でした。